はい、皆さんどうもこんにちは。アンティークコインギャラリアの渡辺です。メイコです。はい、いよいよやってまいりました。ギャラリアオークション東京第1回ということで、はい、オークションプレビューでございます。プレビューということで全ロットやっていこうかなと思いますので、もう全部やりますので全部我々がご紹介してますので、はい、解くとご覧あれということで、はい、手元をアップにして高解像度でも、お見せできますので、下見の代わりと思って使っていただいても全然良いかなと思います。今回ですね、約300ロット集まりましてありがとうございます。ありがとうございます。皆様のおかげでございます。まずですね、1000始まりのロットですね。こちらが海外のコインになります。アンシェントから始まり、だいたい USA ぐらいで終わるかなという雰囲気。そうですね、2始まり、2001番からが日本のコインとなっております。こんなに日本物が集まると思わなかったです、ね。はい、いつも海外コインばっかり紹介しているんですが、そうですね、やっぱり我々日本でやっているとですね、日本のコインを持っているという方がたくさんいてですね、ぜひということで出品していただいたので、アナセンとかね、大判小判とかね、うん、そういったものも出ておりますので、うん、ぜひそちらもご覧いただけたらなと思います。で、最後にその2000番台の最後の方にはなんと紙幣が、あ、ちょっとお話し合いしましょう。台本ないんですから今回は。紙幣も出ておりますので、いやー集めましたね。ね、紙幣も結構数あります。結構ありますね、うん、これでも絞ったぐらいなので、皆さんに全部未鑑定でございますので、あの鑑定チャレンジなどもお手伝いできますので、ぜひご入札のご検討のほどよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。じゃあいきますか。はい、では早速ロット1000、1番からスタートしようと思います。どうぞ。はい、まずはですね、ロットナンバー1001番でございます。こちらはですね、いつもおなじみのリリアのですね、3分の1ステーター金貨ですね。 NGCAU ストライク5分の4、サーフィス5分の4ということで、非常にハイグレード比になっております。3分の1ステーターエレクトラムですね。でエレクトラムとは何ぞやというのは、まあ、金と銀の、自然にできた合金でございますと、まあ、できたのが、紀元前610年ということで約2600年700年前なんですけれども、合金から金や銀をですね、まあ、純度高く抽出することができなかったということで、自然に存在した合金をそのまま使ったよというようなコインとなっております。まあね、人類が初めて作ったコインでございます。リディア、今でいうトルコですね、の西部でございます。こちらがスタート50万円となっております。非常にうちでも人気のコインですので、入札集まるのではないかなというふうに思っております。古代の、ね、遺物が手に入ると思えばね、入札してみるのもいいんじゃないでしょうか。はい、続いてはですね、ロット1002番、こちらはですね、アケメネス朝ペルシャでございます。こちらも紀元前4世紀から5世紀の、ダリック金貨となっております。ギリシャ世界とペルシャということで、まあ、本拠地はイランの方なんですけれども、かなりですね、地中海の方にも進出しておって、まあ、いわゆる大国ですよね。高い文化と、経済力を持っていた国でして、そこで作られた金貨となっております。デザインはですね、当時の王が描かれております。まあ、弓だったり槍を持っている姿が描かれております。ギリシャ世界と、まあ、対立をしながらですね、成長していった国、まあ、最終的にはですね、マケドニアのアレキサンダーによって滅ぼされるというような運命をたどる国となっております。こちらもですね、非常に歴史の重み、ストーリーが詰まったコインとなっております。 AU の5分の5、5分の4ということで、こちらスタート金額50万円スタートとなっております。入札お待ちしてます。続いてロット1003番です。こちら古代ギリシャ、紀元前455から440年、アティカ・アテネのテトラドラクマでございます。トレードがチョイス AU の5分の4、5分の4ということで、こちらもかなりハイグレードになっております。100円置かせていただいてるんですけど説明してよかったなと思っていや、よく聞かれるんですよね、大きさどれくらいやねんっていうのと、はいはいはい、ヘリテージオークションさんとか、うんうん、外国のオークションさんとか見てると、コインの丸く切り抜かれただけの画像とかって多くないですか、はい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 、そうなった時に結構イメージつかない方がいらっしゃるんですよ ね、 多分ハーフクラウンとか実はちっちゃいんだけど、うん、画像しか見てなくて、いざ受け取ったらこれ小さいやないかとか、ちっちゃいっていうのがあるので、そうそうそう、なのでしつこく100円を置かせていただくんですけど、はい、なんとなくイメージが湧きやすいなというふうに、うん、まあ、捉えていただけたらな、まあね、100円よりちょっと一回り大きいかなぐらいですかね。そうです
はい、これね455から440っていうこの年号が肝でして、よく見るテトラドラクマ銀貨の一世代前の銀貨となっております。この後ですね、よく見るタイプの枚数が多い、出回ってるものが多いものも出てくるので、ぜひ、見比べていただけたらなというふうに思いますが、こういった違いもあるのねっていうのを分かった上で、まあ両方買ってみるだったり、今回はこっちにしようかなみたいな、まあいろいろ考え出てくるかなと思います。スタート金額が16万円となっております。はい、続いてはロット1004番です。こちらも古代ギリシャの、アッティカアテネのテトラドラクマ銀貨、パーラメントコレクションという名前がついております。こちら MS の5分の5、5分の4ということで、非常に状態のいいコインとなっております。さっきと比べてみると、全然違う。はい、目の部分がやっぱり違いますよね。袋のこう正面向いてるかとか、ちょっと傾いてるかとか。全然違う、考えたことなかったかも。いや、そうなんですよ、意外に違うんですよ。こんなお目目じゃないですか。そうなんですよ、目がかなり大きくなります。本当だ、可愛い。メガネでもかけたんですかね。あってね、あってないの顔も見てみましょうか。うん、なんかこれもですね、目の部分だったり、この口元のスマイル具合だったり、兜のあたりも結構違うので。違いますね、はい、全然。いわゆるアーモンドアイっていうのはこっちですかね。うん、そっちの方がアーモンドアイっぽさはありますよね。お、うん、好きな方をどうぞって感じですかね。あ、そうですね、こちらもですね、スタート16万円となっておりますので、皆さんぜひご参加いただけたらなと思います。続いても、テトラドラクマです。ロット1005番ですね、アッティカアテネテトラドラクマ銀貨、こちらは NGC チョイス XF 5分の5 5分の4という鑑定になっております。1個前の1004番と同じタイプの銀貨になりますね。ただやっぱ個体差がやっぱり全然あるので、まあ、印象結構違いますね。そうですね、これなんかトーンがのいぶし銀感があるというか、よく見るのはこの感じですよね、うん、状態も5分の5、5分の4でめちゃくちゃほぼパーフェクトな状態なんで、いいんじゃないでしょうか。こちらはですね、スタート金額15万円となっております。先ほどより少しだけ、鑑定が低い分、スタート金額も抑えめとなっておりますので、こちらも狙い目かなと思います。古代コインこのね、うん、正位置じゃないんだよっていう、これも勘違いされてる方いるんですよね。お手元に届いて、あれ、どちらかっとるやないかみたいなあ、ごめんなさい、こっちが言ってなかったみたいなことあるんですけど、まあなんせね、古代なんでまっすぐなんて打てないですわよということで、この辺もね、ちょっとこの私たちの動画で感じ取っていただければと思います。はい、よろしくお願いします。続いてはですね、ロット1006番、古代マケドニア王国の、アレキサンダー大王のですね、ドラクマ銀貨でございます。こちらアーリーポストマスイシューということで、つまりですね、死後発行ですね、うん、彼が亡くなった後に発行されたものでございます。で、つまりどういうことっていうことだと思うんですけれども、アレキサンダー大王が急死してしまったわけですよね。そうですね。で、その後にもアレキサンダー大王、まあカリスマですので、彼のまあ人気というか正当性というのが、まあ、非常にですね重要だったわけですね、国家を維持していく上で。ということで、死後にもですね、マケドニアで彼の肖像、正確に言うとヘラクレス、ライオンの皮をかぶったヘラクレスのコインが作られたんですけれども、まあ、そういったですね政治的要因もあったということでして、マケドニア以外の国にもですね、結局この後にですね、アトメ争いですね、通称ディアドコイ戦争ですけれども、まあ、そこでですね、アレキサンダーの正当な後継者であるっていうのを示すために、国家でもですね、このアレキサンダーの絵が描かれた金貨銀貨などなどが発行されたりということで、そういった物語歴史をですね知った上で見てみると、また感情というのが出てきて面白いかなと。かぶってるのはね、ヘラクレスの有名なお話の一つのネメアの獅子ということで、ね、はいはいはい、やっぱり皆さんねお好きなんですね。ヘラクレスがですね、首を絞めて退治したという、ね、うらーってやってる絵のやつですよね、はい、このうらーってやってるのは絵にもなってるし、声にもなってたりします。なってます、はい、なってますね、まあ、そのあたりも関連性が分かってくるとまたね、古代はいいぞということで。ちょっと話が長くなってきたんで、裏側のこのゼウスさんでもね、はい、見ていただいて、はい、スタート金額3万円ですとなっております。続いてロット1007番ですね。こちら古代マケドニア王国のアレキサンダー3世テトラドラクマ銀貨でございます、うん、まあ、先ほどのもう大きさ見た瞬間わかると思いますが、約4倍ですよというところ。あ、大きい。はい、大きいですね。チョイス AU の5分の5、5分の5ということで、まあなかなか状態良いかなという感じのコインとなっております。あ、美しい、いいんじゃないでしょうか。こちらもですね、まあ、アーリーポストマスということで、死んだ直後
の発行となっております。こちらスタート金額10万円となっております。続いてロット1008番ですね。こちらも古代コインカルタゴでございます。ゾイジターナエルステーター金貨 NGC チョイス VF 5分の5 5分の3ということで、カルタゴといえばみんなおなじみこの裏面のですね、馬のデザインとなっております。まあ、カルタゴってですね、もともと古代から馬の産地として有名でして、馬のデザインがされているということですね。これセンターストライクですね。ね、これ非常になんか綺麗な個体だなと思います。そうですね、ちょっとですねなんか摩耗があるので、スタートもですね、30万円ということで買いやすい金額です。これがねもっとちゃんと間もなく残ってたらとんでもなくいいコインだと思いますね。ポテンシャルとしてはすごくいいかなと思います。こちらも人気ですね。入札お待ちしております。はい、お待ちしております。続いてロット番号1009番ですね。こちら古代インドのスキタイ、紀元前75から65年のテトラドラクマ NGCVF ストライク5分の5 5分の2ということになっております。インドの北部だったそうですね。騎兵が映ってるんですが、その後ろにですね、まあ、山のような曲線があると。英子さんよくこれは絶対ヒマラヤではないかと。絶対ヒマラヤだと思う、はい、絶対ヒマラヤですよこれ。特にですねそこまでいろいろ調べたんですが、これがヒマラヤであるかというですね確証はちょっと持てなかったんですが、地理的にもですねかなりその可能性はあるのではないか。やっぱこのインドのスキタイの地理的な特徴を示す上で、やっぱこういう高い山の周辺で生きている我々の国っていうのを表すんだったら、まあすごいシンボリックかなと思いますので、全然可能性あるかなとは思います。槍を持って馬に乗っている王、裏には、雷と尺を構えたゼウスの王。あ、なんとなくわかりますね、はい、ちょっとこちらはね分かりづらいですが、こちらスタートが1万円となっております。続いてはロット1010番。ここから古代ローマに入っていきますね。はい、帝政ローマの時代ですね。紀元5になります。198年から217年、カラカラ帝のデナリウス銀貨でございます。カラカラといえば浴場が有名ですね。 AU で5分の5 5分の3ということで、はい、こちらカラカラ帝の肖像ですね。結構ですねレリーフの高さがあるので、はい、非常によろしいかなと思います。裏側はですねこちらジュピターの神様が描かれております。こちらはですねスタート金額1万5000円スタートとなっております。続いてはロット1011番ですね。こちら古代ローマ帝国のコンスタンティヌス1世の、青銅貨でございます。青銅貨 BL ブロンズでございます。 NGC チョイス AU ということで、はい、状態良いんじゃないかなというふうに思います。よくね銅だけど残っていてくれたなという感じですよね。このコンスタンティヌス1世はですね、初めてキリスト教を信仰した皇帝として知られてですね、まあ、キリスト教の世界では重要な皇帝として、敬われている方でございます。1万円スタートとなっております。非常にスタート価格抑えめになっておりますので、ぜひぜひ皆さんご参加いただけると嬉しいです。続いては、ロット1012番ですね。東ローマ帝国ビザンツですね。テオドシウス2世のソリダス金貨チョイス AU のストライク5分の5 5分の5ということで、ダブルファイブじゃないですか。はい、来ましたね、ダブルファイブ。センターストライクバチバチや、はい、非常に良い状態のコインとなっております。もうちょっと手元でお願いします。ちょっと赤サビが周りに出てていい感じですね。もともとねストライクが浅いのでなかなかこう顔をはっきり見るっていうのが難しいコインですけれども、でも割にものすごいしっかり入ってますね。確かに、あと金のこの周りの縮んだ感じとかが残ってるんで、ほぼ未使用でいいんじゃないでしょうか。テオドシウス2世はですね、コンスタンティノープルで城塞を建設してですね、周辺勢力の攻撃から防衛するなど、非常に功績の高い皇帝でございました。裏面にはですね十字架を持ったビクトリーが描かれておりまして、もうこの時代になるともう完全にキリスト教社会ですよね。まあ、古代、ローマはまだまだ、多神教の時代だったんですけれども、ここまで来るともう完全にキリスト教というところです。こちらスタート価格12万円スタートとなっております。はい、続いてはロット1013番。こちらイギリスオルダニーの3グレイセス5ポンド銀貨、重量でいうと2オンスですね。 PCGS のプルーフ70ディープカメオでございます。ということで画面上に見える傷はスラブの傷でございますので、こちらね一応箱付きになっておりまして、COA の番号883と1000枚しか発行されてませんので、少ないですね。はい、そうなんですよ、意外に少ないんですよね。
こちらはスタート金額2万円となっております。ぜひ皆さんどしどしとご応募しない。当たるんですか、いいですか、当てますよ私ご入札お待ちしております。よろしくお願いします。次も続きます。はい、1014番ですね。こちらもオルガニーの3グレー5ポンド銀貨、2オンス銀貨ですね。プルーフ70ディープカメオとなっております。こちらからはさ箱がついていないのかな、という状態ですね。はい、同じくロット1015番、こちらも2020年オルダニーの3グレイジェス5ポンド銀貨 PCGS PR70 ディープカメオでございます。こちらもスタート価格2万円となっております。はい、ロット1016番ですね。こちらもオルダニーのイギリスオルダニー3グレイジェス5ポンド銀貨の70鑑定となっております。まあね、ぜひあの銀貨ファンの方はですね、まとめ買い、意外にこのちょっと古いモダンコインって意外に出ていないというですね、あの不思議な現象が起きております。実はうちでも売れ筋だったりしません？あ、そうですね、ちょいちょい出ますよね。そうなんですよね、探すと意外にないぞというのがあるので、いいチャンスかなとは思います。ロット1017番ですね。こちらは先ほどまでと同じ5ポンド銀貨2オンス銀貨なんですけど、マットになっております。マットなので光らない、反射しないので、プルーフ70のみディープカメオの鑑定がつかないというものになっておりますね。こちらも2万円スタートです。はい、マット意外に根強い人気ありますね。もっとね、結構問い合わせ来ますよね、うん、次もですね、ロット1018番、同じくですね、3グレー5ポンド銀貨オルダニーのマットでございます。70鑑定でございます。こちらもスタート2万円となっております。ぜひ皆さんご入札お待ちしております、はい、続いてはロット1019番、こちらはですねオルダニーの3グレー5オンス銀貨となっておりますので、大きいですね。大きいですね、はい、5オンスだともう155.5グラム、これぐらいからなんかちゃんとデザインが分かるようになるという。そうですね、あのこのウィレム・ワイオンの素晴らしいデザインを堪能できるのは、うん、この大きさになってくるとかなりいいかなと思います。手のひらサイズぐらいのスラブにもね、はい、入ってるので見応えあるんじゃないでしょうか。もちろん、ね、プルーフ鑑定です。これぐらいのサイズから家に飾り出す人が増えます。あ、なんかねいらっしゃいますよね、すよ家に飾ってますみたいな、はい、シルバーなのでね心置きなく。そうですね、あのものすごく高いというわけではないので、うん、まあ、何かあってもまあそんなに心配しなくてもいいのかなっていうところと、ね、サイズが大きいのでね映えますよね。映えますね、いうところでスタート2万円となっておりますので、お得にゲットできるチャンスかなと思います。続いてはですねロット1020番でございます。こちらオルダニー3グレーのなんと100ポンド1キロ銀貨となっております。私あのしつこく100円を出しますからねもうなんか、うんうん、何倍かよくわからんって感じ、うん、大きいここまで来たらね完全にもう工芸品かなというふうに思ってます。そうですね、ここにウィリアム・ワイオンってちゃんとお名前も見えるぐらいのサイズになります、はい、だってねオリジナルはクラウンサイズですからね。そうです ね、はい、よくここまで拡大して作ってくれたというか、オリジナルはもうもはや手に入れられないんじゃないですか。ちょっと金額的にかなり厳しいですね。あとギャラリアでも実はまだ扱ったことがない気が。いやそうですね、スリグレはまだ毎年ねお祈りしてるんですけどね、スリグレ来ますように、うん、ちょっとあのこの厚さ分厚さがちょっと、こちらはスタート金額16万円となっております。なんかありがたいですね、はい、このサイズ。これはもう完全に工芸品ですので飾ってください。これぐらいですわ、はい、続いてはですね美しいですねロット1021番、2019年のオルダニーのウナライオンでございます。はい、5ポンド金貨、PR70 ディープカメオ箱付きとなっております。ウナライオンデザイン素晴らしいですよねと。なんか最近、はい、結構鑑定のお問い合わせいただくんですけど、うんうん、今頃になってこの裸のウナライオンを出されるような方がいるんですけど、うん、結構70つかないんですよ、うん、あちょっと難しそうですね。そうなんですよね、まあ、他の状況にもちろんよりけりなんですけど、うん、まあちょっと運みたいなとこもあるじゃないですか、はい、なのでお探しの方は未鑑定チャレンジよりもこういうのぜひ手に入れてください。まあ、イギリスのね、ウナライオンのモダンは、うん、モダンめっちゃ高いですよ。1000万ぐらいになっちゃうんで70だったら。そうなんですね、お問い合わせいただいてこの金額言うとなんかちょっと怒られたりとかするんですけど。そうですね、オリジナルは言わずもがなで、まあ、数千万スタートになってきますので、そうです、なんとこれだと65万円スタートということで。わ素晴らしい入札チャンスがありますね、はいはい、憧れのウナライオンに手が届くかもしれないというところです、はいはい、ご入札お待ちしております。
はい、続いてはですね、ロット1022番オーストラリアに入っていきます。こちらは1872年のヤングビクトリアソブリン金貨、裏面はシールドです。はい、シールドバックとなっております。こちらメルボルンミントということで、見ますか。はい、見ましょう見ましょう。見えますか。 M っていうのがですね、この縦の下のリボンのところに入ってるんですよね。ここにね M って、あ、ほら書いてある。はい、まあ、非常にね、あのちっちゃいところなので、ぜひ現物も見てもらえたらなと思います。こちら AU50 という評価となっております。はい、評価価格は10万円です。はい、続いてはですね、ロットナンバーが1023番です、はい、オーストリアに入りましたね。マリアテレジアのターラ銀貨のリストライク品でございます。 NGC プルーフ68カメオということで、1780年デイテッドということで、まあ、裏側に見ていただけると1780と書いてありますね。台上に1780って書かれていただけで、まあ、世界中の貿易で大量に使われたというですね、ターラ銀貨でございます。うちにもですね、実はこれの台があったりするんですけれども、それの、現代のリストライク版ということになりますね。これはなんかこうオーストリアにちなんだめちゃ有名な建物なんですかね。オーストリアの改造がザルツブルグのレッドブルーしか知らない。あ、もうそれ知ってるだけでいいんじゃないですか。改造金額1万円でございます。いいですね。続いてはですね、こちらオーストリアですね、1024番、ニダカット金貨のリストライクということになっております。1642年に出されたニダカット金貨を1963年にリストライクしましたよというものになっております。でも結構古くないですか。言うて60年、古いです、ね、いや、なんかリストライクかと思ってたんですけど、いや、そう、意外に古いので、まあなんかね、今のうちに買っといたら面白いかもしれないです。 MS67 というアンティークとかなるんじゃないですか。すぐなるじゃないですか。すぐなれば、はい、いいですね、はい、ちょっとぜひ、あの、僕好きなデザインなので、近くで、はい、はい、馬上の騎士でございますね。馬上の騎士好きですね。あ、でも下になんかシティビュー的なものがありますね。おお、すごい高解像度。はい、で裏見てください。はいはい、いや、裏もかっこいいじゃないですか。7g で 98.6% という、地金約 7g となっておりますので、ほぼ地金のスタート、95,000円スタートとなっております。入札される方頑張ってください。はい、お待ちしております。こちらロット1025番ですね、オーストリアのフランツヨゼフ一世の4ダカット金貨リストライク品、 NGC MS65 というふうになっております。ハイグレハイグレ、はい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 、これも結構鑑定チャレンジでお問い合わせいただくんですけど、まあつかないですね。なかなか難しいところがあります。うん、そうです、すっごい薄いんですよこれ。薄いっすね。あ、まあちょっとわかる。まあ、なんで4ダカットなので、13.96g となっておりまして、スタート金額18万円となっております。印刷お待ちしております。はい、続きましてはロット1026番ですね、1026、こちらもオーストリアでございます。1915年のフランツヨゼフ一世の1ダカット金貨となっております。こちらもリストライク品ですね、ということで PCGS MS64 という評価がついております。あの、毎度おなじみっちゃ毎度おなじみのこのフランツヨーゼフの横顔と裏側、相当の和紙というデザインですね。定番ならではの美しさじゃないかなというふうに思います。こちらが 3.49g の 98.6% ということで、スタート価格は3万円となっております。よろしくお願いいたします。はい、続いてはですね、ロット1027番です。こちらが中国ですね、中華人民共和国のパンダ銀貨ですね、2016年のデザインとなっております。1オンスですね。はい、1オンスということで、パンダってね、毎年デザイン違うんですよね。デザイン違いますね。私これは思い出の年なので。お、そうなんですね。前の会社に入った時のやつなんですけど、思い出深い、思い出深い。70鑑定、これなんか有名な建物ですよね。1オンスのピュアということで人気も高いです。はい、あと、あのスラブチャレンジ結構やっぱされる方いるんですけど、うんうん、70ついてるのあったら70買った方がいいと思います、ね。はい、素直に買っといた方がいいかなと思います。スタート価格は1万円。はい、続いてはですね、ロット1028番、こちらも中国ですね。2021年の中国大新銀兵のメダルなんですが、うん、こちら金メダルではなくてメッキですね。ちょ
ちょっと不思議なメダルですね。ただデザインはやっぱり名品をコピーしておりますので、正面向いて口開けてるやつで、後ろは大臣金平って校長って書いてますね。小平一両ですが、鑑定枚数600枚ぐらいあって、はいはい、意外に私が知らなかったものなんだなと思いました。そうですね、はい、スタート価格は1万円です。はい、同じものが続きます。ロットナンバー1029、2021年中国大臣銀平のメダルのプルーフ70ディープカメオということで、先ほどと同じものになります。はい、これもあのメッキですね。そうですね、はい、スタート価格は1万円です。はい、ロットナンバー1030、中華人民共和国山東省の10円銀貨の金メッキリストライク品ということで、このデザイン自体は山東省で出てるんですよ、うん、でそれの銀メダルの金メッキです。ちょっと分かりづらいんですけど、はい、まあこんなオリジナルであったらどえらいことになる、4000万ぐらいするんじゃないですかね、みたいなものです。はい、スタート価格は1万円です。続いてはですね、ロット1031番、コロンビアですね。こちら2枚のセットでワンロットとなります。はい、1873年のコロンビアの試作20ペソですね。こちら何が面白いんでしょうか。くるっとユニフェイスと言われるやつですね。片面打ちでございます。もうまさに試作品という感じですね。こちらは金に見えるんですが、銅貨で金メッキというものになっております。まあ試作なのでそうなっているんですかね。プレゼンテーション用ですかね。よくなんかこう偉い人にこう表裏見せるからっていうのもありますよね、うんうんうん、はい、バーレさんというね作家の作品となっております。肖像画の方が SP64 で、この紋章側の方が SP66 という鑑定になっております。スタート金額45万円スタートとなっております。続いてはですね、1910年のデンマークフレゼリック8世の20クローネ金貨 NGCMS64 ということになっております。ちょっと裏側ラベル剥がれあるんですけど、気にしないでください、はいはい、こちらスタート金額8万円ということで、グラムでいうとね 90% の 8.96 グラムでございますので、ほぼ地金以下のスタートとなります。はい、デンマークのコインなかなか見る機会ないので、そうですね、うん、あと20フランとかに比べたらちょっと一回りぐらい大きいんですよこれ。だから、まあ、ちょっとしっかりした大きさを楽しんでいただけるのではないかなと思います。スタート金額が8万円となっております。続いてはロット1033番ですね、フランス1804年のナポレオン1世の20フラン金貨パリーミント AU58 となっております。ナポレオンですね。1世でございますよ1世ですね、はい、やっぱりボナパルトですね、はい、あの枚数多いんですが、意外にね普段使われていたものが多いので、ディテールとかもっと XF とかっていうのが多い印象かなと思います。そうですね、はい、発行枚数が多いにもかかわらず、やっぱり流通より使われてるので60超える超えないぐらいのグレードのものを狙うのっていうか探すの結構大変ですよね。そうですね、うん、まあね60ないくつってなったらもう結構高くなっちゃってますので、今1枚押さえておいてもいいかなというものになります。はい、スタート価格は8万円です。はい、続いてはですね、ロット1034番、こちらもフランスのナポレオン1世勇敢の20フラン金貨、うんうん、NGCAU55 ということで、やっぱり人気じゃないですか勇敢って、うん、まあ、勇敢と無敢選べるんだったら勇敢の方が無難かなという感じはします。ということで、はい、スタート金額7万円です。あ、いいですね、状態が良い。なんか55かもっと良くても良くないかという気がしせんでもないです、ね、ちょっとまあ流通庫はありますけど、ナポレオン1世の金貨でこれだけ残ってたらいいんじゃないですかね。お首のちゃんと刻印も見えますね。そうですね、ちょっとまあやっぱ月経の冠の部分が摩耗してるな感はありますが、わりかし状態のいいコインではないかなというふうに思います。はい、こちらはスタート価格7万円となっております。はい、続きましてはロット1035番です。こちらフランスですね。こちらも1818年のルイ18世の20フラン金貨 NGCMS62 プラスというコインになっております。はい、こちらも20フラン金貨ということで、まあちょっと小ぶりの金貨ですよということで、まあナポレオン1世の時と、まあ当然人物も違うし裏も全然違いますね、はい、そういえば
そうですね、うん、まあなぜかというと、まあ、王朝が違うからだよねということで、はい、ナポレオン一世が失脚した後ですね、エルバ島に流された後に、まあ、王政復興した時に即位したルイ18世ですね。そうなんですね、はい、でこの後に、また、はいはいはい、ナポレオンが戻ってきて、まあ、いわゆる百日天下っていうのがあって、うんうん、形式上またルイ18世に戻るというですね、ワーテルローの後にということで、うんうんうん、まあ、非常にですね、王様に即位したが失脚しまた即位するというですね、まあ、ナポレオンにすごい、翻弄された側の人物として知られております、うん、だからあの裏のデザインがその百合の紋章がゴリゴリなんですね。うん、まあそのあたりもあると思います。おーい、はい、ブルボン朝ですね。こちら MS62 プラスということで、うん、まあ、かなり状態良いですね。いいですね。スタート金額8万円となっております。続いてはロット1036番です。こちらフランス1858年のナポレオン3世の20フラン金貨でございます。よくね、勘違いされてる方たまにいらっしゃるんですけど、うんうん、ナポレオンってコインの業界ではまあ2つぐらい有名な肖像があって、ナポレオンの金貨あるかね、どっちですかなんていうお話すると、えっなんて言われるんですけど、うん、まあ、こっちも忘れないでねって感じですよね。いわゆるナポレオン1世って40フランまでしかなかったので、うんうん、でかいコインってあんまないんですよね。ないですはい、という意味ではこのナポレオン3世をね、この後また紹介しますが、100フランっていうのが代表的なコインの一つですよね、うん、そうですね、はい、でこの方ナポレオン3世なんですが、まあ、お孫さんではなくてナポレオン・ボナパルトの甥でございます。甥なんですよね、はい、まあ、ルイ18世が亡くなった後ですね、まあ、ルイ・フィリップ1世という人が出てきた後にナポレオン3世が出てきてですね、大統領から皇帝に即位するというですね、共和制と、まあ、王室と帝制というかですね、こうすごい行き来した時代ですね。もうずっと王政だったじゃないですか、フランス。そういうイメージありますね、はい、だったのがもう超強力な絶対王政の国だったわけですよ、うんうんうん、で、まあ、ヨーロッパの中でも国土もでかいしということで非常に強力な国だったんですけれども、うんうんうん、やっぱりその絶対王政が何百年も続いたですね、この人々の鬱憤がたまって急にこうフランス革命に振り切った革命をしちゃったと、こう揺れながらこう定まってって今の共和制っていうようなイメージかなと、スタート金額8万円となっております。デザインもねちょっと前の方に戻りましたね。確かにね、うん、そうですね、うん、続いてロット1037番、こちらフランスの1869年の20フラン金貨ストラスブールミントでございます。ストラスブールだ。 BB って刻まれてますね。有冠ですね、はい、この年号の左側ですね、まあ、ちょっと見づらいですけど BB っていうのがね、B が重なってるやつですよね、はい、となっております。で表が有冠ですね。先ほどは無冠だったと思うんですけれども、はい、やっぱ MS ということで、まあ、綺麗ですね。途端に綺麗ですねやっぱり、はい、こちらがスタート金額8万円となっております。続いてはロット1038番ですね。こちらフランス1870年のナポレオン3世20フラン金貨ストラスブールミント、こちらも BB ですね。 MS63 ということで非常にハイグレードになってきましたよと。63になったらやっぱ途端に状態が良くなりますね。裏側なんかもほとんど傷とか見えなくなってきます。こちらもスタート金額8万円となっております。はい、こちらがですねロット1039番、フランスのナポレオン3世100フラン金貨のパリミント NGC MS62 ということで、フランスの近代コインといえばまあこれっていう方多いんじゃないですか。これですよねやっぱり、はい、状態も非常にいいですね。 MS62 ということでこのような仕上がりとなっております。まあ、こんなもんですよね。小傷があるって気にされる方いるんですけど、これで62なのでこれより上がってしまうとね、ちょっと桁も上がってしまうので。そうですね、63、はい、64ってまあもちろん上がっていくとすごい高くなるんですけど、64、5とかでなんか300万、400万とかいっちゃっているので最近は。そうですね、はい、でもまあそんなもんかなと思いながら、わしがいいですね。はい、ちょっとね62であればまだまだそんなにね高騰というイメージはまだありませんので、まあ、今のうちに買われてもいいんじゃないかなというふうに思います。スタート価格は40万円となっております。続いてはロット1040番、こちらは珍しいですね、フランスのジェトンでございます。ジェトンですね、ジェトン、トークンみたいなフランスの独特の言い方なんですけど、はい、同じような刻印は多分使われてると思うんですね、うん、でもこれはある指定された場所でしか使えなかったお金のようなものですね。こちら1829年に設立されたフランスで最初の火災保険会社コンパニー・ドゥ・ソレイユのトークンで
ございまして、うん、当時の保険はですね、海上保険が基本で火災保険が一般的ではありませんでした。そこで国王令によってこの保険会社が設立されました。表面にはナポレオン3世の肖像が描かれ、輝く太陽のデザインとなっております。トークンでありながら銀比が 95% とだと思った。なんかトーンがすごいバチバチに出てるのでほぼピュアなのかなと思ってました、はい、トークンという、 こう貨幣の形態が出現した頃の歴史を残す一枚となっております。ちょっといいですね。ちょっといいですねなんかね、スタート3万円となっております。はい、続いてはですね、1893年フランスの20フランエンゼル金貨 NGCMS64 となっております。64? 結構いいですね。こういうサイズの金貨って結構街でね流通するように作られてたりするんで、綺麗な状態のものってそもそもないって考えていいですよね、うん、そしてラッキーエンジェルですね。そうだ、ラッキーエンジェルだ、はい、これ表はですね、この憲法を書き込んでいる、エンジェル、あとはオンドリがおりますね。鳥もですね、フランスの象徴ですよね。オンドリ、フランスのサッカーの日本、ね、代表にも描かれております。あ、確かに。ユニフォームパスケスですね、この左側にあるこの棒みたいな、ね、そうです、そうです。この3つで、自由、平等、友愛というですね、うん、ものを表しております。エッジにはですね、神はフランスを守護するという意味のですね、言葉が刻まれておりますが、わー、見えない。はい、ちょっとね、NGC のスラムだと厳しい。申し訳ない。こちらですね、伝説で言うとこのオーギュスタン・デュプレの逸話がありますよね。ああ、このデザイナーの人がここのなんか憲法を書いてるみたいな、 こういうもうこの行為自体が結局なんか反政府的なんじゃないかっていう風に言われてしまって、なんか囚われちゃうんですよね。で、囚われた後にこのコインを賄賂に渡した、助かったっていう、なんかこう、なんかこれ大声で言っていいのかなみたいな微妙な話ですよなんかということで、命救われたね、ラッキーってことですよねギロチンから逃れたっていうことでいいんじゃないでしょうか。いやいや、めちゃめちゃラッキーじゃないですか。なので皆さん財布に1枚ラッキーコインということですね。スタート価格は8万円となっております。ロット1042番、1929年のフランス100フラン、あ、エセーでございます。アルミブロンズ化ということで、ほう、エセーとは支柱化でございますね。英語で言うパターンなんですけれども、はい、まあ試しに作ったものですね。まあプレゼンテーション用だったり、本当に試作だったりっていうのがいろいろあると思うんですけど、まあアルミブロンズなのでおそらく本当の試作なのではないかなというふうに思われます。銀貨の台を使って金で売ってたりしたら、それはあの君主に見せるようだったりするんですけれども、というとこで MS65 という非常にハイグレードのコインとなっております。裏にはフランスの地図が描かれております。ということで、こちら MS65 鑑定はですね、 NGC の準トップポップ鑑定となっておりますので、なかなか見ないエッセイでもございますし、スタート非常に手頃2万円となっておりますので、まあフランス興味あるよという方はぜひぜひご参加ください。続いてロット1043番ですね。こちらフランス2015年の種をまく人100ユーロ金貨でございます。ユーロになっちゃいましたよ。ちょっと時代を感じますね。はい、2015年なんで、まあまあつい最近ですよ、まあ、そうですね、はい、プルーフ70ウルトラカメオということで、はい、裏のデザインはこのようになっておりまして、上と右ですね、こちらは、1360年に発行された最初のフランス金貨の両面が描かれております。そして、左側には100ユーロのこの額面、そして下にはですね、フランス軍の勇士が描かれていると、兵隊さんが写ってますね。正しきコインですね、はい、非常にですね、あのメッセージ性あふれるコインですね。はい、で、表面には12の星が描かれておりまして、これはね、時計の文字盤ではなくてユーロ設立当時の12カ国を表しております。プルーフ70ウルトラカメオの鑑定で、スタート価格は20万円。ご入札お待ちしております。はい、ドイツに入ります。はい、ドイツですね。ロット1044番です。こちら1661年ドイツミュンスターの都市景観のターラ銀貨 NGCAU58 ということで、ダベンポートカタログのパンコ5603、そしてウォルフメッテルニヒコレクションですよ、はい、覚えてますか、ウォルフメッテルニヒさん。何でしたっけ、ルーブル美術館を作るのに尽力された方ですね。そんな方のコレクションだったんですね。いや、これ実はあの出品者の方、そうなのなんておっしゃってたん
ですけど、もう由緒正しきウォルフメッテルニヒコレクションでございます。なるほどなるほど。トーンがいい感じに乗っているなという印象ですね。そうですね、目立った傷もないですね。うん、M58 とはいえ綺麗なんじゃないでしょうか。そうですね、あの直径が47ミリあるので大きいですね。スラブも大きいですし、うん、というところです。表ですね、こちら雲の上にセントパウロですねが祝福を与えている、まあ、都市景観となっておりまして、裏側ですね、5個の冠を載せた6種の紋章がデザインされており、中央に、ミュンスター司教領の家紋が刻印されておるというですね、ミュンスターといえばこのデザインですねというイメージですね。こちらが AU の58ということで、まあ、この時代だったら本当にもう数字がついたらラッキーというレベルですので、鑑定チャレンジするぐらいだったら数字ついたものを買いましょうという感じです。スタート10万円となっております。はい、続いてもドイツですね。ロット1045番、フランクフルトのターラキンカ MS62 でございます。で、表が都市景観ですね。で、裏側がこうフランクフルトの紋章、和紙ですね。いや、かっこいいですよ、フランクフルトね。まあ、いくつか有名なデザインあるんですけど、まあ、その中の1枚ですね、フランクフルト。本当に川の上のね、おそらく橋の上から撮っておりまして、まあ、左側には大聖堂が。あ、行ったとこです。はいはいはい。上にはですね、この三位一体のシンボルですね。キリスト教の三位一体のシンボルが描かれております。あとね、コルヌコピアとかがね下にデザインされていて、うん、ヨーロッパらしいですね、さまざまなモチーフが入っているコインとなっております。スタート価格は、こちら12万円スタートとなっております。ロット1046番、ドイツのプロイセンのヴィルヘルム2世3マルク銀貨 PCGS MS64 となっております。はい、なんか最近っぽいデザインになりましたね、急に。はい、そうですね、こちら第9代のプロイセン王国の国王であり、うん、第3代ドイツ帝国の皇帝であり、史上最後のドイツの君主フリードリヒ・ヴィルヘルム2世の銀貨となっております。サンマルク銀貨ということで、まあ、ドイツ3マルクとか5マルクとかですね、なんかこう奇数のお金、うん、通貨単位のお金が多いなというイメージは。銀貨はそうですね、金貨も5マルクとかですね、確かに。そうですね、まあまあ5は割とあるじゃない、フランスとかでも。3ってないですよね。5ギニーとかある、うん、そう。でも 2からの5っていうイメージですけど、3っていうのがなんかあんまりドイツ独特なイメージだなと。スタート価格は1万円です。はい、1万円です。続いてはですね、ロット1047番です。こちらもドイツですね、1912年のヴィルテンブルクドナウ橋開通記念の銀メダル NGC MS64 ということで。あー、綺麗。はい、ドナウ川に架かる橋。でもね、そう、トーンのね感じがすごい綺麗ですよね。で、あのやっぱりさすがメダルっていうことで凹凸がはっきりしてるのと、うん、何も打たれてないフィールドのところがツヤツヤなので、これいいんじゃないでしょうか。スタート価格は1万円となっております。はい、続いてはですね、ロット1048番、こちらは1923年の、はい、ウェストファーレン大好き一丁マルク王道家でございます。伝わるかな。ここでこそ100円が役立つわけですよ。はい、 MS62 でかいですね。怖い文字で書いてますよ、はい、ワンビリオンマルク言って。ちゃんとノートゲルトって書いてある緊急発行貨幣ですね。はい、まあ、ウェストファーレンっていうのはですね、現在、まあ、馬の種類の名前にもなっているぐらいですね、馬が非常に有名な土地でございました。近年ではですね、日本でもこのウェストファーレンを輸入して乗用馬の生産育成を行っているということですね。当時のドイツの騎兵隊の馬としても使われていたと。この裏側の肖像ですね、この方はですね、ハインリヒ・フリードリヒ・フォンシュタインのかという方でして、18世紀から19世紀にかけてプロイセン王国で活躍した政治家。現在のドイツができる前、ドイツ北部からポーランド西部一帯はですね、ベルリンを首都としてプロイセン王国として栄えておりましたというですね、まあ、そういった方がおりますが、どんな人が刻まれているというよりかは、もうこのハイパーインフレの時の一丁マルクというですね、まさにこう近代の歴史のですね、まあ、ここからですね、まあ、ナチスの台頭が始まってですね、まあ、第二次世界大戦に広まっていくというですね、まあ、非常に今と近しい歴史の、まあ、産物。スタート価格は5万円となっております。はい、続いてはロット1049番です。こちらはジブラルタルですね、ユーロトンネルの開通記念の銀貨14エキュ銀貨でございます。後ろはね、あの一番人気が高いタイプのエリザベス女王の肖像です。ユーロトンネルとはですね、
ドーバー海峡ですよ。あの番組を思い出さずにはいられないんですけど、はい、我々の世代は、はい、芸能人の方たちが泳いでましたね、はい、スタート価格は1万円ですね。はい、お、ポプジョイミントだ。ありがとう、さよなら、ポプジョイミントさんじゃないですか。そうですよね、はい、ジブラルタルといえばそうですよね。あ、だから綺麗なのか、後ろがということ、はい、急に好きになった。T シャツお待ちしております。レイコです。